はい、本日ですね、僕がよく履いている厳選おすすめサンダルをご紹介していきたいなというふうに思います。ということで、こちらにずらっとサンダルを並ばさせていただきました。で、まあ、この下にもあるし、まだ映せてない部分もあったりするんですけども、まあ、とにかくですね、まあ、僕がよく履いている、特にシーンごとでちょっと分けてるんですよ。いや、こういうシーンではこのサンダル履いてます、このシーンではこのサンダル履いてますっていうのがですね、計4点ございますので、厳選4つをね、ご紹介していきたいなと思います。では、まず1つ目っていうのが何かというとですね、こちらに映ってるサンダルではございません。じゃあ、どこにあるのかという、下行きましょう。ということで、今現在履いているこのウーホスのサンダルでございます。で、このサンダルに関してはですね、僕がおすすめしすぎて多くの方から買いましたよってお声いただくんだけど、買った方のほとんどがですよ、2足買いします。っていうのも、1足目よあまりにも良すぎて、他のシーンでも履きたいから、あの部屋用としているわとかね、あ、外用としているわとか言ってね、だいたいこのウーホスは皆さん2足買ってると思っていただいて結構です。っていうのも値段的にもね、結構安いんですよ。5000円とかぐらいな感じで、あの6000円とか7000円ぐらいで買えるってことで、ちょっと値段も忘れたんですけど、まあ、買えるんですけど、これのウーホスは何がすごいのというと、このサンダル履いた瞬間に魔法のようにね、こうクッションの上ずっと歩いてる感じなんですよ。こうふわふわした履き心地で、なんかこう部屋とか歩いとってもね、階段こう登ろうと思ったら、こう階段の一個一個こう登っていくときに重心かけたら、こうふわんって戻ってくるぐらいのね、まあ、そこまではいかんねんけど、それぐらいのこうクッション性がふわんってこう返ってくるんで、まあ、とにかくふわふわの履き心地でね、これを僕ね、部屋内で履くのをおすすめしてる理由っていうのがあって、まあ、なんでなんかっていうとね、ちょっとまあ汚いんですけどね、このウーホス、まあ僕オフィス用はこの色で、部屋用はブラックなんですけど、基本的に部屋ってフラットじゃないですか、床がね。だからフラットの時ってよりこのクッション性が発揮できるんやけども、逆にこうボコボコしたアスファルトとかコンクリートの上歩いちゃうと、こう安定しないんですよね。だから僕は個人的にはこれは部屋用としてね、割り切って使っちゃった方がいいかなと思いますし、いや部屋用のサンダルで6000円、5000円、ちょっと高いわと思う方もいらっしゃるかもしれないですけど、騙されたと思ってみてください。これはマジやなと思いますのでね、逆に買ったと思います。なんで5、6000円しかかからへんのに部屋用のやつずっと買わんかってなると思うぐらい、これはとにかく買って絶対損ないです。どんな人類も人である以上、これは買って損がないというのがこのウーホスのサンダルということで、まず一つ目になってました。だからあくまで部屋用っていう感じですね。でふわふわの履き心地で、二つ目が何なのかというとですね、どれから行こうかなと思うんですが、まあ一番手前にあるやつから行きましょうか。こちらのね、ビルケンのサンダルになっております。でこちらのビルケンのサンダルって、過去今までアンケート取った時に、一番サンダルでおすすめなんですかって言ったら、このビルケンがやっぱナンバーワンで圧倒的に多かったんですよ。っていうぐらい、これに関してはファッションに特化してるサンダルっていうんですかね、あくまで外とかをガシガシ履いていっても問題ないし、ちょっと裏側はこれガム踏んだ跡があるのかな、ちょっと汚いからこれお見せできないんですけども、ちょっと履いてる様子としては、大人のね、あのファッションサンダルとしてこう使えるっていうところになってますので、まあ、特に履き心地がいいとか頑丈とかっていうところっていうよりかは、こうファッション性にね、富んだサンダルで、しかもなおかつこうコルクの木のコルク使ってたりとか、ここはレザー、本革のレザー使ってたりっていうことで、長く持てるんですよね。だから1回買っちゃえば、本当にまあ3年4年5年、ともすれば10年ぐらい履ける可能性のあるようなサンダルということなんで、まあまさに大人の方にぴったりのサンダルですよね。僕とかもこういったショーツの時は基本履かないんですけど、ロングパンツの時とかはこのビルケンをよく履いたりするんですよね。でショーツの時はまた次紹介するやつなんですけど、ロングパンツでこう黒のスラックスとか履いてる時なんかは、これパーンって合わせてあげればね、脱ぎ履きも結構楽やし、それでいてファッション性もあるということなんで、これお出かけ用として1足あったらいいと思います。ただ1個言っとくのが、そこまでクッション性がいいものではないので、少し足は疲れるんですけども、まあお出かけの時ってそういうもんやと思ったらね、まあ、そういうもんなんで、その辺がね、こちらのビルケンのサンダルということになってます。まあちょっとね、こう使った感じがもう出てきておりますけども、ワンシーズン使ってこんなもんなんで、まあまだまだ履けるとは思いますけどもね、これがビルケンのサンダルということになってました。でちなみにこのトープっていう色味が一番人気はあるみたいなんですけど、はっきり言ってね、人の足元なんかあんま見てへんから、別に何色でも自分が好きな色を買えばいいと思うんですけど、ちなみにこの色味っていうのは、こういったデニムとの相性がいいですね。やっぱこうネイビー系との相性が良かったりするし、まあ、もちろんブラックも合わせやすかったりするので、デニムよく履くよっていう方はこの色味はね、使いやすくなってくるんじゃないかなということで、厳選のサンダル2つ目になりました。では3つ目何行こうかなと思った時、半ズボンに合わせれるっていう話さっきしたんやけど、ちょっとその前にもう1個1回挟ましてください。3つ目何かというとね、こちらもうだいぶ色変わっちゃってますけども、レインボーサンダルという、まあ、ビーチサンダルですね。でこれに関してはね、まあ、パッて見てもらったら分かる通り、全部がレザーなんですよ。このソールの部分でこの紐の部分全部がレザーになってるので、どんな時にこのサンダルが楽しめるのかというとですね、僕はね、素足でこのレザーの感覚をね、楽しみたい時とかによく履くんですよ。でどういう時っていうと、散歩ですね。散歩したりとか、あとビーチ沿い歩いたりとかっていう時なんかはね、この革の質感っていうのがね、めちゃくちゃいいんですよ。足にこうしっとり馴染む感じ。だからこうゆっくり歩きたい時とか、のんびり過ごす時なんかはね、これはめちゃくちゃ重宝します。
ます。で歩いてて気持ちいいですしね。で歩いてて気持ちいいってちょっと意味わからないですか。はあ、歩くのって何が気持ちいいのと思うかもしれないけど、レインボーサンダル履いて歩いてみてください。あ、確かにこれ歩くの気持ちいいわって思うと思いますっていう、散歩の楽しさに気づかせてくれるサンダルなんですよね。だから僕も最近とか夕方散歩するんですけど、その時なんかはね、これをよく履いてたりしますが、それのおかげでだいぶ色変わってますね。まあ僕これハワイで買ったやつなんで、もう4年5年ぐらい前のやつなんですけど、元はね全部この色味やったんですよ。この鼻緒の部分の色味というか、このベージュの色味やったんやけども、履きすぎてこうやって色変わっちゃってるんですけど、まあまだまだあと5年ぐらいは履けるんちゃいますかねっていうようなね、サンダルが3つ目ということになっておりました。だからまず1つ目がオフィス用ですよね、とか室内用で、2つ目っていうのがビルケンストックでおしゃれ用で、3つ目っていうのがちょっとフラッと歩きたいとかゆっくり歩きたいとかっていう時のサンダル、そして4つ目っていうのがこういった僕が今履いてるのはショーツとかに合わせれる半袖半ズボンとかでパッて合わせれるサンダルっていうのがですね、やっぱりこれですよね。テバというサンダルで、これハリケーンなんとかっていうモデルになってるんですけど、これに関してはもうずっと昔からあるんですけど、やっぱりずっと昔からあるぐらいもう完璧に仕上がっちゃってるんですよね。で各メーカーこれに近づけていろんな商品出してます。例えばノースウェイスとかもこれに似たようなサンダルも出してるし、それ何やったらこのシャカっていう南アフリカかななんかのブランドとかも結構似たようなねスポーツサンダルは出てたりするんですけど、結局じゃあ何が一番履きやすいって言われたら結局これなんですよね、テバなんですよね。だからこれはどういう時に履くのっていうと、アウトドアする時とかちょっとキャンプする時とかなんかはね、これ結構足しっかりホールドしてくれるんですよね。この辺でホールドしてくれたり、ここでホールドしてくれたりするから足が安定するんですよ。だから一回ちょっと履いてみると、まあ今ちょっと靴下履いてるから変かもしれんけども、まあ、こういった感じですね。ほんまスニーカーと遜色ないぐらい安心して歩けると。だから普通サンダルってちょっと不安定かなとかって思ったりするんだけど、それがないんです奥様ということでね。まさかびっくりってことだと思うんですけども、まあその代わり今まで紹介したやつとは打って変わって脱ぎ履きはしづらいです。やっぱりちょっとこう脱ぎ履きしようと思うと、ちょっとテープをちゃんと外してあげたりとか、でテープを外さんでいいぐらい緩めとくと、ちょっとこんな感じでスポーンって抜けちゃうんですよね。だからこの辺はねちょっとめんどくさいので、いちいちテープこうやってぐちってやらなあかんねんけども、まあその分安定性は出てくるよねというのがこちらのテバのサンダルになっています。だからあなた大人ですよね。大人の方っていうのはそれぞれのシーンの TPO に合わせる力があると思います。だからサンダル一足で全部のシーンがいけるっていうほど世の中って甘くないじゃないですか。それと一緒、サンダルもその場その場でよってシーンを分けていけば、だいたい最低4つ、まあもしくは3つぐらいでもね、うーんっていうか、まあ2つでもいけるか、2つでもいけると思います。まあ最悪ね2つで何がいるのって言われたら、まず室内用のウーホス、外用の手羽、これだけあったらはっきり言ったらいいんやけども、まあそれ以外にも外って言ったって、そのコンビニ行く外もあればおしゃれする外もあったりするので、まあそういったところね、この4点をご紹介させていただきました。であとはなんでランキングしてこへんかったんっていうと、やっぱりちょっとクッション性が悪いとか、あとは靴擦れしやすいとか、ちょっと歩いてて疲れるとかって言った理由でね、ちょっと除外させてもらったんで、まあこの4つに関してはどれ履いてて も用途に合った特徴がありますのでね、使いやすいんじゃないかということで、本日はですねサンダルのおすすめ4選を紹介してみたというところになってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。